結果主義で生きるとどうなる？精神科医カバサーションのカバチャンネル、今日はアメリカシカゴで行われているスターウォーズのイベント、スターウォーズセレブレーションの会場からお伝えしています。今日は質問いただきました。 PP さん、20歳男性、自分に高いハードルを要求してしまいます。今は今年編入試験を控えた大学生です。浪人含め4年間を受験勉強に費やしていますが、受験生なんだからと自制してきました。受験勉強は順調ですが、就活やキャリアなど社会人としての成功しか考えてこず、趣味だその全て捨ててしまった気がします。この先結果のために生き、結果のために死んでいく気がします。どうすればもっと少し楽になりますか、という質問ですね。まあ、その結果主義というか、成功したいということのために一生懸命頑張るっていうのは一見してすごく良さそうに思うんですけども、私はこの調子でいくと、まあほぼ 100% 成功することは難しいなというふうに思うわけですね。なぜかっていうと、一生懸命頑張れば物事が成功するっていうのが日本人的な勤勉の教えなんですけど、現実的にはそれは不可能なんですね。なぜかっていうと、やっぱモチベーションっていうのが重要です。モチベーションが続かなくなってしまいます。一生懸命勤勉にただひたすら頑張る頑張るって言ってやり続けてもですね、モチベーションを維持していくためにやっぱり楽しむとか、やっていて面白さがあるとか、そういうのがないと続かないわけですね。だから必死に頑張るとか、命がけで取り組むとか、短期間はいいんです。だいたいその必死にやって頑張れる期間っていうのは人間3ヶ月って決まってますので、それを超えてやるとまあ病気になるというのはね、よくあるパターンでございます。ということで、あまりにも結果を出したいがために必死にやるっていうのは正直言って良くないですね。それよりももっと楽しみとか、まあ適度に遊びを入れたり、休息を入れたり、リラックスを入れたり、緩急をつけて勉強したり仕事をしていくってことをしていかないと、これから人生ね、5年、10年、20年、30年ずっとあるわけですから、そこでずっとコツ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 やっていくというためにはですね、楽しくもないことを一緒にやってもですね、何ら結果が出ないということになってしまいますので、もっと日々の生活の中に楽しいとか喜びとか嬉しいとか、そういうポジティブな感情を入れるような、そういう出来事とか趣味とか活動とか、そういったことを入れていかないと、まあ結構厳しいんじゃないかなと思いますので、参考にしていただきたいと思います。カバチャンネルではすでに1500本の動画をアップロードしていますが、この全動画をリストにしたものを皆さんに差し上げます。1500本もあるので、あなたの悩みの 95% が解決するはずです。1500本全動画リスト、ここからダウンロードできますので、ぜひダウンロードしてください。 PDF ファイルなどで検索もできますから、あなたが見たいテーマを簡単に検索して見ることができますよ。